ペガサスプラスイースポで群馬を元気に。この番組は糸井商事の提供でお送りします。ペガサスプラスイースポで群馬を元気に。この番組は群馬発のプロ野球チームルートイン BC リーグ群馬ダイヤモンドペガサスと、今話題の e スポーツで群馬をもっと元気にもっと楽しくしていこうという情報番組です。ナビゲーターの松本明子です。今週も群馬ダイヤモンドペガサスの情報をお届けします。4月28日高崎市城南野球場で今季初めての新潟アルビレックスベースボールクラブ戦が行われました。群馬の先発は前回ホークス戦で初勝利を挙げた水尾。水尾の立ち上がり、野手のエラーで出塁され、3番バンバに右中間を抜くスリーベースヒットを浴び先制点を許します。その後もワイルドピッチで1点を献上すると、初回から失点、0対2となります。しかしその後は落ち着いて打ち取り、7回でマウンドを降ります。打線の方は初回、茂木翔太が新潟先発鈴木の初球を捉え出塁すると、日下部のレフトへのヒットで生還し1対2とします。その後も5回には主砲新山の今季1号ホームランも飛び出し、ほぼ毎回得点で点を重ね、8対4で勝利。先発水尾は2勝目を挙げました。翌日29日も同じく新潟との対戦、先発はエース榊原。その立ち上がり、ヒットやフォアボールで満塁のピンチを迎えますが、後続をしっかり打ち取り失点を免れます。ペガサス打線は初回、1番茂木翔太がデッドボールで出塁しチャンスを作ると、奥村、新山のヒットで先制点を挙げます。3回には日下部の今季1号ホームランでさらに追加点、5回にも1点を加え6点を奪います。ペガサスはリリーフ登板、深沢の粘りの投球などで新潟打線を封じ、6対2で連勝となりました。4月29日の試合を終えた時点で北地区2位、1位信濃とは 0.5 ゲーム差につけています。ウィークリーピックアップ、このコーナーはイベント情報などをピックアップしてお届けします。今週は南地区交流戦をピックアップ。今年も毎年恒例、南地区との交流戦が5月6月に開催されます。南地区のチームとホーム&ビジター制で2試合ずつが予定されています。まずは来週10日11日の栃木ゴールデンブレイブス戦を皮切りに、茨城アストロプラネッツ、神奈川フューチャードリームス戦と続いていきます。数少ない南地区との対戦、お見逃しのないようぜひご来場ください。さて、次回のペガサスホームゲームは明日午後1時より高崎市城南野球場で新潟アルビレックスベースボールクラブとの試合が予定されています。今年の群馬ダイヤモンドペガサスホーム公式戦は全試合中学生以下のお子様ご招待となっています。事前の申し込みなどはいりません。プロスポーツの面白さを体感しに、ぜひご家族で、チームと、お友達と、ゴールデンウィークの思い出に球場に足を運んでください。それではまた来週。この番組は糸井商事の提供でお送りしました。